今日はね、家族でちょっと急遽焼肉を食べに来ることになったので、ちょっと動画に残そうかなと思っております。はい、今日来るところはミンミン、まあ、焼肉といえばみんな知ってると思うんですけど、そこで美味しいお肉をいっぱい食べて、翼もアスカもうちの家族にみんないるので、まあ相沢家の焼肉の風景を皆さんにお届けしたいかなと思います。ゆるく見てください。では行ってきます。はい、ここに行ってきます。はい、店の中に着いたんですけど、誰もいないということでちょっと待ちたいと思います。はい、七輪の1台なんですけど、ちょっと今日人数多いんで2台になりました。ソフトない。ニラ食べる？ニラの匂い。シチュー入っちゃった。でも飲み物入った。注文はこんな感じのタッチパネル。じゃあビール。うん。で、どうぞ。そう。最近これを飲んで。こんなに飲むの？そう。すごいのじゃん。どんどん増えてきたんですよ。失礼します。お待たせしました。お冷やがお来た。はい。どうぞ、ちゃん。リンゴジュースね。はい。グラス。何キロ目？
はい、ナイライスを。すごいよ、はい、すげえ。ちょっと重いわ。これすげえな、これすげえな。あとね、そっちも、俺ナイス行かないから荷物はね、荷物ね、そっちしかない。積んでいい？うちの上は積まない。お腹が俺のやる前、年だから健康に気を使わない。ただやっぱカンピロバクターで山形知ってるよ、大丈夫だよ。よし、あ、待って待って、お腹空いたから、もうちょっとなんだよな。やってまいりました。えい、よし、ダダ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 ダ。でいい、アスカさん、お前の目の前に置いてるハラミは、あ、ハラミだな。それお前の前に置いてるハラミはない。何言ってるの、ちょっとお前の前に置いてるのがハラミだ。1は1です、ね、何でもない。はい、ちょっと目が覚めちゃった。俺も写真撮ろう。はい、これ飲んだ。はい、はい、これ、うん、ちょっとタレちょうだい。ああ、あれ、これね、甘口かな。こうやっていい。はい、はい、あっ、ちょっとハイボールだっけ。はい、何、ハイボール、ハイボール、ハイボールだっけ。うまそう、これ、うん、これ何、油がいい。それは、うん、これはカルビ、カルビ、わかんない。うまっ。誰かしら、うん、よっ、はい、スマホ、はい、はい、うん、うん、何万ぐらいかな、5万ぐらいかな。ちょっと、サムネ撮り、うん、ちょっとアジアンツじゃこうやって見て、うん、はい、オッケー。多分大丈夫。多分ね。はい、最近顔が混んだからね、できてる。え？顔が混んだからね。あのね、やっぱね、こう、トレーニングの力み方とかね、やっぱりね、トップビルダーの力み方とか、顔が。だから、この辺がなんか肥大してくるの。口とか鼻が、顎とか。今度だんだん混んだ感じ。顔がでかくなってる。上は言ってないです。パーツがでかくなる。顔が大きくなる。アイクワさんすごいランズボールの顔してる。この辺が尖ってる。この眉間とか。アイクワさん。あ、俺の肉と。俺の肉と。ちょっと肉欲しい。あ、アイクワさんです。あ、俺ハイボールなんだよ、マジで。今ストップしてる。俺もね、あの今肉だからいっぱい出してたから、酒がご飯も食べる。あとの注文で何も食べる。酒がご飯も食べる。ロックだ。ママごめんなさい。ラーメンを。ロック頼んだ。お前やってないです。家飯の量が。卵入れな。卵入れな。お前食えよ。いや、いい。あ、これ食うと竹の部屋なんだよ。札幌でやったんじゃないの？札幌でやってないの？やってないよ。これに午後に行ったよ。よかったよかった。真っ暗、あの午前9時半に行ったんだよ。札幌ね、周りが見えないぐらい暗い。色が低いの？色が低いの？そう、夜はね、あのジャガさんとサワラさんとシェイカさんと行った。なんかね、あのすげえ。ハラミ食べます。優勝。ハラミ味一個くらい。優勝したのはあれでしょ？マスターズ。あ、マスターズ。マスターズ。すごいよ。いや、よくやってたよ、マスターズ。いや、嬉しいね。マスターズ。うん。よくやってた。マスターズ。ジャガさんも来てるんですよ。うん。行けなかったの、残念。まあ、許して。マスターズやって。ハハハハ、ループしながら、これはダメだ。危ない。ハハハハ、笑わしい。これはダメだ。もう一回、もう一回、もう一回、もう一回。ハハハハ、入れ入れ。ハハハハハ、機嫌そうな顔して。
みのりちゃん、みんなに笑われちゃう。食べたいんだよ。いいですな。今度は絶対かけて。ね。うん。ホルモン焼けてるこれ。うまっ。ホルモン焼けてる。ホルモン焼けてる。焼けてる。あれ？あそこにいっぱいある。ここのハラミうまいね。うまい。やわらかい。うん。ちょっと赤いか。赤い。もう完璧ばっかりホルモン。ホルモン。結構長い。じゃホルモン一気に焼きすぎなんだよ俺。そう。乗せすぎ。発火してんだよ俺。ホルモン。こちらホルモンでございます。やばい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 。え、巻きなんか頼んでないんじゃない？大丈夫これ。決定をされると。ああ、まただ。じゃあ言ってみよう。うまっ。うん。あれ食べたい、ロース。ロースって食べたことある誰か、高熱。ここ初めて。ここみんな肉いいよ。え、じゃあさ、ロースはさ、油ないかな。でもあれだね、ちょっと俺も、まあ、もう胃がもたれてた。油ね。食べるのは決定だね。普段さ、もう質で取らないの。油を。納豆と卵を食べたい。油を。え、すごいわね。もうね、肉結構買ってんじゃん。まあ、肉あった。あれ今これ、鶏肉でしょ。そうなの。わさし、わさし2つ。燃えてる。熱い熱い、大丈夫。炭素繊維、なんで？あんで最高だよ。わさ焼肉屋で炭素使ってた。じゃあ飴を炊いてもらおう。顔を炊いて。炭素あげる。アルビプライ。炭素あげる。お前炭素食え炭素。ほら、おいしい炭素だよ。うん。カーボン食ってる。カーボン。系の腕通すとこみたいでパンパンに膨らんで、ごちそうされるぞ。汁垂れるぞ。中からホルモン汁出てくる。お客様でーす。じゃあ、確かにホル汁。開いた皿と。誰も反応しない。うまそう。ここに米を乗せて、ちょっと池まで乗せて、先に、はい、ネギ塩を頼んで、上腕二頭筋残念だ。あ、いいね。脂肪を落とせる。いや、違う、逆だろ。上腕二頭筋脂肪を落とせる。もう部屋がへこんじた。うまそう。じゃあ煙が出てない展開。じゃあホルモンが長くリレーって言ったらすぐ半分くらいしかない。うまっ。みつるさん風。ゆうちゃんに、ゆうちゃんはご機嫌。
これはビクトリーの V です。チキンとビクトリーの V です。俺の肉だろそれ。違う俺のロースだ。俺をこれ俺超えたやつだ。俺だよ。いや頼めばいいじゃん。違う、マジでマジだよ。ちょっと待ってくれよ。3枚置いたの。え、3枚置いて今1枚切ったから残り2枚なんだよ。どういうこと。いやお前引き算できんじゃない。3引く1は2だろ。俺今ね、え、どういうこと。だから3枚置いて今1枚食べたから残りが2枚なんですよ。いやでも俺も結構置いたんだけどさ。ごめん、赤身のタイプだ。それはそれはダメじゃない。いや、これちょっと、これちょっと置いてあげるよ。焼いてくれよ。俺、じゃあ、やるやるやる。俺ほら、これ、これ取っていいよ、これ。いや取っていいよ、ほら。あ、赤いじゃねえか、カンピロボットかもしれない。許さんぞ、許さんぞ。使えねえだろ、これ。やばい、オクラだな、これは。いや、大丈夫、子供ですから。ピザから子供ですから。ハヤトが締めたじゃん。ねえや、ぶっ壊れ。ねえ、いいよ。そんな気に、お前それ言ったら俺どうなんだろう。もう気にしちゃダメだ。後ろから引っ越す。いや、お前も、お前も年だよ、言っても。最近ね、ちょっと腰が痛くて。あ、大丈夫なんですよ。あ、大丈夫です。まさか俺のスクワット見た。見た。うん、まあ、あれだよ、要はパッキングされてて胸椎から骨盤体までがまっすぐになってるね、俺のスクワットが。ちょっと、お前のスクワットは腰椎を支点にやってるから、ね、股関節が固定されて腰椎を支点にやってるスクワットは俺初めて見たね。やりてんだけどね、もう腰椎潰れてんだよ俺。あの椎間板潰れてるんですよ、第一の目にが。ちょっともうこれやばいな、ドクターストップかかっちゃって。スクワットもダメです。絶対よくしょ。取っていいよ。ローイングダメです。やりたくてつばさん。え、取っていいよこれ。果たしてつばさんは来年の、いやでもね、あの神奈川選手権出場できるのか。意外と、ね、あのスクワットやらないともう週2回も足やってんだけど、レッグエクステンションで週1回はレッグエクステンションとカーブレーズだけの日って言って、ひたすら1時間カーブレッグエクステンションって言って、うん、え、あと25分だって。チェンティーフォーまであと1分。てぃ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 。レバーは昔よりで味がダメなんだよ。舌触り特徴的だよね。そう、ちょっと、え、じゃあレバニラとかダメ。レバニラ無理だね。美味しいのに。パッと見がなんかサクッと入るそうなんだけど、ぬめっと入る。それぬめえね。ぬめえダメなんだよ。ぬめってし、ぬめが、ぬめがこんな感じで入るから、もうぬめがなくなるんだよ。わかります。結構苦手なの多いよね、ぬめって。カキとぬめっと系がやめたから。ぬめっと系はウニもやる、ね、ウニはね、ダメだね、ウニは。味はなんか甘いって言うけど、あんまり食べたくはないな。だから電力大変。俺の肉をもう焼く以外に方法がね。電力大変。最近めんどくさすぎてレンチンで全部調理した。あれだ、これレンチン超楽。あれになる、あの耐熱容器に鮭も入れるし、鮭やるとさ、ふわふわになるんだよね。蒸気が戻るからさ。やったことない。いや、卵焼きも今電子レンジです。なんでも出る。マジで、作れる。できるんだ。バカじゃん。卵焼き、だし巻き卵で作るやつがダイソーに売ってる。100均売ってる。朝起きたら、もう卵6個ぐらい割って、そんなの巨大な卵焼きを、それを6等分に切って、弁当に入れる。いいよ、これ。うん、超だ。なんか、あの、一人暮らしに減量してる人の典型的なあれで。だから、同じもの食ったよ。ちょっと卵と納豆と胸肉食った。あと、お米か。うまそう。じゃあ、やっぱ朝か。大人系の人だ。赤、うん、気をつけて。でかい。え、絶対私あれだと思ってると思ってた。今日口出てないんで。そう、今日ね、ミスないんだよ。ちょっとやばいんだよ。わ、すげえな、これ。
メグちゃんの。メグ。REIME。レイメン。です。おお、ありがとう。ゆで卵と刻み玉ねぎ。のり。きゅうり。ラーメン入ってます。はい、パパが変だよ。めっちゃ笑ってる。今のがピーナピーナちょ覗いちゃう、覗いてしまいお前詰められるの見つけた副音声が入ったおっぱい見つけたちょっと違うんだね、やっぱり違うめっちゃ覗いてる音聞こえてるそんな避けないでくれよそのまま多分首元か止められちゃう大丈夫だよ、ドラキュラじゃん大丈夫、大丈夫サンドです何の記事ですか友人サンドに失礼友人サンドこれ今友人サンドさんに失礼飲酒4ヶ月目ですアルコール4ヶ月目まだ小さい飲酒4ヶ月目最悪だなコメント最悪だなでも現状バキュームできますんで任せてください大丈夫です